はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、ウイスキーです。サントリーのオールド。サントリーオールドウイスキー。というね。まあ一般的にダルマと呼ばれている。サントリーのダルマと呼ばれている。形がね。うん。はい、こちらです。確か値段が1500円ぐらい。アルコール度数が43度と若干高い。1950年の誕生以来、漆塗りを思わせる漆黒のボトルはダルマやタヌキの愛称で長年親しまれてきました。深く華やかな香り、芳醇でまろやかな口当たり、柔らかで心地よい後味、多彩な原酒を厳選してブレンドしたサントリーのウイスキー作りの伝統と、なんとかの結晶がここにありますと。容量が 700ml ですね。うん。まあこれ若干高いですけど、まあ買っちゃったというね、感じです。これは有名ですね。有名だけども、別にうまいとかっていう評価は、俺は別に聞いたことは、ないですね。うん。ないですね。あくまでも、ないです。ので、ちょっと、ね、ちょっと気になるんですけど、大丈夫かな。だいたいこのグラスバランス非常に持ちづらい。ね。まあ、でも色は非常に濃い気がする。うん。それじゃ乾杯。うん。いやでもサントリーにしたら美味しい。じゃない？うん。角瓶とかサントリーホワイト。よかは全然美味しいとは思うけど。甘いし。うん。普通に美味しいとは思うけど、コクが全くないね。うん。コクが全くないね。後味が全くないというか、深みが全くない。なんか、すっげえ薄っぺらい感じがする。うん。コクが何にもない。ここまで薄っぺらいウイスキーはなかなかないじゃない？うん、口当たりは、若干、いやでも結構まろやか。あー、若干ちょっと辛いかな。うん。で、甘いし、うん。まあ、香りも、うん。まあ普通にいいんじゃない？うん。まあ普通ぐらい？うん。うん。ただなんか味がその、口の上辺だけを味わってる感じ。
ていうかなんか、表現がよくわかんないんですけど、少なくともコクが全く感じられないんですよね。なんか、口の、舌で感じるというより、なんか口の上の部分で感じてるんですよ。味が。うん。もう非常になんか軽い。軽いんだけど、どっちかっていうと香りの方が強くて、味自体はほとんどしょぼいです。味自体は。ただこれは香りのウイスキーかな？香り主体のウイスキーなんじゃないかなと思います。うん。これは結構、逆に個人的にびっくりですね。本当になんか、口に飲んで、なんか口の上の方だけになんかやけに味が集中してる感じ。舌の、いわゆる舌で味わってない、香りでこう、鼻の方でこう味わってる感じ。うん。でもサントリーにしては美味しいですね、これは。割とまともな美味しい。うん。こうだと思いますね、これは。ちょっとトワイスアップで飲んでみましょうか。うん、やっぱ甘い。サントリーにしたら珍しく甘い。うん、うん、非常に甘さが前面に出て、で、香りもまあしっかり出て。ただコクがほとんどないですね。いや、結構淡麗なんだと思います。うん。淡麗の甘口って感じなのかな？珍しく。うん。辛口ではなく淡麗の甘口。うん。うん。まあ、基本的にサントリーって淡麗ですよね。大体ね。うん。うん。それにしては珍しく甘口っていう、サントリーにしては、ね、辛口ではなく甘口。ですね。これはまた、うん。これはまた、なかなか、ね、変わったウイスキーになってる。うん。コクはそうだな。まあ、二つ星ぐらいにして、甘みはまあ、甘い。まあ、香りもまあ、まあ、普通よくあるかな。おすすめ度。まあ、こんなもんか。
はい、コクが二つ欲しい。コクはないですね。あんまりないです。ほとんどないです。甘みが四つ星、香りも四つ星。うん。非常に甘くて香りも、まあ、ありの。うん、でも香り三つ星にしようか。香り三つ星にして。うん、まあ、おすすめ度としては、まあ、四つ星？うん、まあ、普通のやつとかは美味しいんじゃないかな、とは思います。甘いし。うん。基本的に俺甘いのが好きなんで。うん。まあ、そんなこんなでご視聴ありがとうございました。